NHK 党の浜田聡です。同会派所属同僚であるガーシー議員が国会欠席を続ける理由についてこの場で私が弁明申し上げます。冒頭、この本会議では不規則発言、いわゆるやじは慎むべきものと承知しておりますが、平素より改善が求められている雰囲気を私は感じません。したがって私の発言時には不規則発言は歓迎します。本題に入る前に、今回のガーシー議員の懲罰について、あまりにも性急にガーシー議員排除の旨を公言する議員がこの参議院にいることについての懸念を申し上げます。先週2月17日の報道によりますと、立憲民主党の斉藤義孝参議院国対委員長がガーシー議員の懲罰案について1回で除名もやむなしだと記者団に述べたとの報道がなされました。一方で2月13日には元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏がテレビ番組で次のようなことをおっしゃっておられます。主張はともかく議員の身分は重いですよ、当選させるのも有権者、議員の地位を奪う落選させるのも有権者、例外的に犯罪を犯したとかそういう場合は失職もあるし、秩序を乱したということも国会内で大暴れするなりなんなりして国会の運営を妨害して国会が進まないと、この人を除名しないと国会が進まないくらいのことがあって、初めて党員停止除名ですから、そんな簡単に議員の身分を国会議員の多数決で奪うことは許されません。おっしゃる通りだと思います。少なくとも1回で除名などという安易な考えは慎むべきです。また私は立法府に身を置く者として、国会に登院しないという理由での除名という先例にないことを行うのであれば、立法を先にすべきとも考えます。斉藤議員は立法を検討することもなく、先例にないことを請求に強引に推し進めようとしており、国会議員としての資質を欠いているのではないかと考え、先日斉藤議員宛に事実確認も含めて公開質問状をお渡ししましたが、回答はいただけておりません。一方でガーシー議員はいわゆるコラボ問題に関して最近立て続けに数多くの質問主意書を提出しております。このコラボ問題というのは、一般社団法人が東京都の委託を受けて行っている若年被害女性等支援事業において、その税金の使途管理等に数多くの問題が指摘されているというものであります。防衛費の財源をどうするかなどの国の財政に関する議論が活発である現状において、税金の使途管理をしっかりすべきという旨のこのコラボ問題は、全国民にとって関係のある非常に重要な問題であります。このコラボ問題は、その税金の使途管理等について、インターネット上では数多くの問題が指摘されているにもかかわらず、その問題が主要メディアに取り上げられることは少なく、逆にコラボを擁護する趣旨の報道が数多くされており、その問題の闇を感じております。国民の納めた税金が不適切な形で一部の団体に渡っていることも指摘されつつあり、数多くの利権が絡んでいることは想像に難くありません。多くの国政政党がこの追及に及び腰である中、参議院では音喜多駿政調会長が中心となって、日本維新の会が追及の動きを見せていることについて、私は一国民として敬意を表し感謝を申し上げます。また東京都議会では自民党の川松真一郎議員が、そして川崎市議会ではこれまた自民党の浅野文直議員が、このコラボ問題についてしっかりと追及していることについても同じく敬意を表し感謝を申し上げます。一方、立憲民主党は以前より国会の内外においてこのコラボを積極的に擁護する活動をしていることを承知しております。この度立憲民主党がガーシー議員の除名処分を急ぐ姿勢を見せたことには大きな問題があります。先日した通り、多くのメディアはコラボのずさんな税金の使途の問題等の報道をしない中、注目度の高いガーシー議員がこのコラボ問題を質問主意書として提出していることから、どうしてもメディアがこのコラボ問題を取り上げざるを得ません。そして今後もガーシー議員がその議席を有する間は、コラボ問題を追及する質問主意書を多数提出することが想定される中、立憲民主党やそれと結託している可能性が考えられるメディアとしては非常にまずい事態となることが想像されます。そこでガーシー議員を除名に追い込み、質問主意書を提出できなくすることで、このコラボ問題に注目が集まることを防ごうとしている可能性をここで指摘させていただきます。ガーシー議員は昨年の第26回参議院通常選挙において、日本に帰国せず選挙を戦い、海外から議員活動をすると公言して、比例代表で287,714票という個人得票を得て当選しました。ガーシー議員はまさに現代の多様な価値観から生まれたものであり、少数派の強い民意をこの選挙結果からも感じ取ることができます。立憲民主党がガーシー議員を早急に排除しようとする発言は、日本の議会制民主主義の観点からも少数派が抑圧されかねない極めて危険な発言です。立憲民主党が今回のように少数派を排除する発言をしたこと、そして私の公開質問状を無視していることは、同党がかねてから訴えている少数派擁護の姿勢がまがいものの可能性を示唆していると考えられることも申し添えます。
これよりガーシー議員が国会を欠席する理由について述べます。まずガーシー議員は楽天三木谷博氏と俳優綾野剛氏によって警視庁に刑事告訴されていますが、これらは虚偽告訴であるとして、逆にガーシー議員とその関係者は両者に対して民事訴訟を提訴しております。これよりガーシー議員と三木谷博氏、ガーシー議員と綾野剛氏の間における争いの内容について訴状を引用する形でそれぞれ簡単に述べます。ガーシー議員は昨年6月、三木谷博氏がウクライナ人の女性を集めて違法な売春パーティーを開いたという旨の暴露をインスタグラムにて行いましたが、三木谷博氏はこれを受けてガーシー議員を名誉毀損罪として刑事告訴しました。またガーシー議員は昨年5月、綾野剛氏が過去に当時17歳であった女性に飲酒をさせ、大阪市内のホテルに連れて未成年飲酒に及んだ旨の暴露を当該本人女性本人同伴で YouTube にて行いましたが、綾野剛氏はこれを受けてガーシー議員を名誉毀損罪として刑事告訴しました。ガーシー議員の行為は三木谷博氏や綾野剛氏の社会的評価を低下させる行為ではありますが、暴露内容は真実であり、三木谷博氏という上場企業の代表者、そして綾野剛氏という国民的俳優、そしてそれらを扱うメディアの在り方に対する問題提起の目的でこのような暴露を行っており、公共性及び公益目的が認められ、違法性が阻却されると考えられます。両者による刑事告訴に対抗するため、ガーシー議員が綾野剛氏を、そして NHK 党が三木谷博氏をそれぞれ被告とした民事訴訟を昨日東京地裁に提訴しています。かねてより三木谷博氏、また綾野剛氏所属の芸能事務所株式会社ドライストーンの山本又一郎社長はいずれも内閣官房副長官木原誠二氏と親密であることが知られております。以上から現在被告人であるガーシー議員は、被告人のまま帰国すると国家権力により不当な拘束を受ける既婚性を排除できないと考えております。したがってこちらが対抗して提訴した民事訴訟の結果が出て、この2人の虚偽告訴の事実が明らかになるなり、晴れて被告人でなくなるまではガーシー議員は帰国登院をしません。最後に私見ではありますが、ガーシー議員にご投票いただいた28万人の民意に反して、今後ガーシー議員は除名に進みそうな雰囲気を私は感じており、じくじたる思いです。ガーシー議員が立憲民主党という巨大国政政党、そして楽天という巨大企業、トライストーンという芸能事務所などを敵に回した結果、メディアから一方的に悪役として報道され、国会で除名排除される、つまり少数派が多数派に排除される、そのプロセスを国民の皆様にはしっかりと注視していただき、現状の日本の政治の問題点、そして今後の日本の進むべき方向を考えていただけますと幸いです。以上、私からガーシー議員が国会欠席を続ける弁明を終わります。ご清聴ありがとうございました。インタビューに先立ちまして、昨日斉藤義孝参議院議員にですね、公開質問状を投げかけましたので、そちらを報告させていただきます。で、内容としましてはですね、2月17日に、報道内容でですね、立憲民主党の斉藤義孝、国会対策委員長が、その国対委員長会議で、国会欠席を続けている NHK 党のガーシー議員の懲罰事案について、1回で除名をやむなしだということに関する質問状でございます。この件に関してですね、まず事実関係を、その発言内容が事実であるのかどうかというのをですね、確認する質問でをしておりますし、あとですね、立法府に身を置くものであればですね、国会に登院しないという理由での除名という先例にないことをするのであれば、立法を先にすべきと考えますが、国会を続けた議員を除名すると定めた議員立法を検討している考えがあるのかどうかという質問でございます。またですね、今回斉藤参議院議員がおっしゃったのはもう一発除名でございます。これまで検討されてきたのは段階を経ての除名で
ありますが、まあ、それを一発除名、まあ、した理由を尋ねる質問でございます。立憲民主党はですね、常々、まあ、LGBT など少数派の意見を、まあ、尊重するような姿勢を、打ち出していると承知しておりますが、まあ、今回の一発除名というのはですね、まあ、とにかく除名を積極的に進めている姿勢というのは、少数派の意見、まあ、28万人という、先の参議院選挙でガーシー議員に投票いただいた方々、そういった意見、そういった方々の意見を、まあ、弾圧する考えでございますので、今回の件については立憲民主党の少数派を擁護する姿勢というのは虚偽なのではないかと私考えるわけで、問題提起をさせていただくために公開質問状を投げかけさせていただきました。はい、以上で公開質問状の報告終わります。はい、代表の TBS の星と申します。はい、今委員会の中で浜田さんからどのようなお話をされたのか改めて教えてください。はい、そのまま読み上げます。国会を欠席する弁明書、私ガーシーは楽天三木谷社長と俳優綾野剛氏によって警視庁に刑事告訴されていますが、これらは虚偽告訴です。これに対抗するために私が綾野剛氏を、そして私所属の国政政党 NHK 党が三木谷社長をそれぞれ被告とした民事訴訟を先ほど東京地裁に提訴しました。2人の虚偽告訴の事実が明らかになるまでは、私ガーシーは不当な拘束を受ける可能性があるので帰国動員をしません。以上です。国会に動員しない理由の文言が以前と変わったかと思うんですけれども、はいはい、これは、状況が変わったというような認識でしょうか。はい、そうです、その通りです。議場での陳謝という形で処分が決定する、はい、見通しですけれども、はい、その受け止めと処分の妥当性についてお考えをお聞かせください。そうですね、まず国会を欠席続けていることについて、まあ、懲罰委員会にかけられることについては、まあ、国会法でも定められておりますので、それは妥当であると思います。そして今回ですね、まあ、斉藤義隆議員が提案したような一回除名ではなく陳謝ということに落ち着いたことに関しても妥当だと考えております。ガーシー議員が実際に議場での陳謝に応じる可能性というのはあるのでしょうか。ないです。ありがとうございます。各社さん質問ありましたらお願いします。はい、じゃあ質問内容でしたら、はい、これで